はい、こんにちは。大きな古時計のウクレレソロの解説をしたいと思います。大きな古時計はこれが弾けるようになったらオルデネスの8級合格となりますので、ちょっと難しいですけど頑張ってみましょう。大きな古時計は5つの部分に分かれてて、キー、小、天、ケツで、まだこう切なくて終わりたくないよっていう高段こう引きずってる部分があって、静かに終わるって感じですね。ではまずはキーの部分ですね。始まりました。大きなノッポの古時計、それがおじいさんの時計でした。だから大きなノッポの古時計っていう声色とおじいさんの時計ですっていう声色をちょっと変えてみましたね。こうあんまり一本調子にならないようにできたらいいなっては思いますよ。でこれの弾き方ですね、ソロです。大きなノッポの古時計、もしピアノだとしたら、あ、違う弾き方するかもしれないけど、 こっちでこうお歌のことを弾くじゃないですか、メロディーをね。でこっちがこう伴奏する、大きなのこの古時計だ。こっちはあのここで入れ替わって、でこう音がつながってなきゃいけないじゃない、ね、なのでこれを同時にやるとなったら、これ離すと消えてしまうのでってなってる、この鳴ってるのが次の弾くまで鳴ってた方がいいわけですよ。だからずっと押さえてる、で人差し指だけ押さえたり離したりする、この辺が一番のコツだと思いますね。ここもこれ話しちゃうとなんか違う響きが入っちゃうでしょ。なので2つ一緒に話して、中指と薬指を着地で小指を足す、これも話すと消えてしまうので、こうだと違うじゃないですか。こっちの伴奏の F の和音の時にはメロディーだけを押さえたり離したりするっていうようなコツですね。はい、それで次のこの B フラットのところも、これが消えないようにしてて、小指、中指、薬指でこの2と3を押さえてて、それに小指足すですね。ここは一つのコツかなと思います。それで、でその大きなノッポの古時計、それはおじいさんの時計ですを引き継いで、その時計はですね、100年水も動いていた感じですね。はい、そして次は天の部分です。おじいさんが生まれた後に、え、時計の話してたんじゃないのってこうガラッて変わる感じなところですね。はい、ここもその前がこう F のコードを押さえたままで終わってますので、このままで、ね、このまま2弦1弦で弾けば、
小指出します。で小指だけ離します。これもこういちいち、でこう伴奏消してしまわないで、わかるかな。これは押さえたまま小指を離したり、小指を押さえたり離したり押さえたり離したり、ここあれ薬指でもできるんじゃんと思うかもしれないですけど、意外と薬指でやると力みの原因になりますので、小指の方がリラックスして弾けます。ここで全部離すっていうのがコツで、ここ斜め1列3個押さえといて2弦だけ弾きます。全部離して、で斜め1列プラス小指、小指だけ離す、で人差し指離す、そのまま3弦を弾く。プラス小指離す、人差し指離す、3弦を弾く。でこの中指が4弦に移動で、これを利用してまた F を作って、これね利用して、次は優しく、やってきたと今は、ここ E から始まるんですからね。今は小節の線で区切らないでくださいね。今はやってきた時さ、今は消し、ここ休符が書いてあるじゃないですか。全部の弦を消しましょう。ピタッてやってね。もう動かないその峠。ここで終わってますよね、お話はね。なのでここで一回しっかり終わらせて、コーダは新しいものだって認識させて、つなげるといいですね。ここつなげちゃうとなんか安っぽいものになってしまいますね。今はもう動かないその時計、約年休まずに、金婚が鳴っちゃいましたけど、もう一回やってみますか。じゃあ、おじいさんが生まれた朝にやってきた時計さ、今はもう動かないその時計。おじいさんと一緒に、今は、ごめんなさい、おじいさんと一緒にチクタクチクタク、今は消し、もう動かない、8級を目指そう。はい、頑張ってね。じゃあね、バイバイ。